天下一の剣を目指して朝廷に自身の流儀を打ち立てようとする天才佐々木小次郎。そしてこの時、武蔵の剣は勝つためのものであった。槍の宝蔵院を破った武蔵は諸国武芸者の目標柳生石州祭に挑もうとしたが、武蔵の存在を喜ばぬ田島の神によって阻止された。こやつできる。待て、赤子だ。赤子が言ってるぞ。お主を助けてやると。酒は飲むか。嫌いではありません。一杯飲め。あ、おお。どうした。おめえさっき何とか言ったな。名だ、おめえの名だ。宮本武蔵。武蔵とは竹蔵と書きます。そうか。ええ。おめえは赤い頃、又八という男と関ヶ原の戦へ出やしなかったか。よくご存知でございますな。知ってるさ。俺も関ヶ原では働いた人間だからな。そうか。どこぞで会うたことがあると思うておったが、戦場で会っておったのか。まろめ。おいおいおい、お客。無罪ヤクザがここなら炉もあるし湯茶も空いてる。ゆっくりと手足を伸ばしたがいい。お厄介になります。お清武蔵。俺の弟の辻風天馬を殺したのがあの武蔵めよ。
惜しいことをしたね。お世話になりました。眠いよ。どうしてこんな早く。武蔵様に会ったのです。え、武蔵様に。夢です。なんだ。おー、会いたい、早く会いたい。殺す意図であれ、一夜の宿を借りた恩、お世話になり申した。おじさん、馬出してくれ。なんじゃ、でかい声出し腐って。馬だよ。皆口までいくらだい。安ければ妻で乗ってやってもいいぞ。この馬なら貸すことはできねえ。なんでだ。孫がいねえだよ。孫なんていらねえよ。そうか、ダチンの心配なら先に払えばよかろう。おつるさん、ダチンダチン。家の回る小僧だ。すいません、わがまま申して。はい、確かに渡したよ。峠の茶か。馬は草津ででも、ついでなる土地の者に頼んでくださるや。バカにしてやがら。おつるさんが綺麗なもんだから。長太郎さん乗れるかな。小僧さん抱いて乗せとくれよ。厄介棒ね。すいません。やっかりやった。やった。気をつけて。おりろ。なんだ、この馬はオイラが借りている馬だぞ。やかましい。これ女。はい、俺は獅子戸梅賢という者だ。この街道を今朝暗いうちに逃げていった宮本武蔵という男を追いかけてきたんだ。武蔵だって。どうしてもキャツを切らねばならん。武蔵様を切る。おぞ、降りろ。やだ、俺の馬だ。なんだと。おつるさん、この馬は渡せないね。この馬を渡しちゃいけないね。そうです、そちらもお急ぎかもしれませんが、私たちも先を急ぐからだ。その子の言う通り、この馬は渡せませぬ。俺も降りない。死んだってこの馬は離すまんか。小僧、降りるんだ。小僧、子供に何するんです。離せ離せ。この穴。この山。その山を知ったのよ。待たね。
たかろう。おい、おい、もうしっかりしろ。また八さん。おつうか。おつう。離してください。また八さん、手を離してください。おつう。本当に悪かった。お前を放っておいたことを謝る。この通りだ。だがな、おつう。俺はお前のことを。お前のことを忘れた日はただの一日もなかったぞ。俺は悪い夢を見てたんだ。武田にそそのかされて戦なんかに行かなければ、お前と見事になって幸せに暮らしていたものを。いや、今からでもやり直せる。俺にお前がいるんだ。なおつ、俺の気持ちを分かってくれ。なあ、なあ、この通りだ。私はあなたから砂利状をもらった女です。それに私には心に決めたお方がいるのです。竹蔵様です。おつ、竹蔵とのこと本当だったのか。俺は今腹決めた。てめえと竹蔵とが俺の生涯を謝らせたのだから、俺も生涯てめえと竹蔵に仕返しをしてやる。あなたの生涯を間違えたのはあなた自身です。それからお甲という女の人ではありませんか。何？あなたといい、お継ぎ婆様といい、あなたの家のお血筋はどうしてそう人を逆恨みするのでしょう。余計な口を叩くな。おつ、もう一度聞く。俺の家内になるか、どうだ。その返事ならば何度でもいたしまする。おう、抜かせ。生きている間はおろか、未来まで私の心に結んだお人の名は宮本武蔵さん。その他に心を寄せる人はありません。ましてあなたのような女々しい男、お通は嫌いも嫌い、身震いの出るほど嫌いでございます。言ったな。俺がそんなに嫌いか。おつ、俺もはっきり言っとくぞ。てめえが嫌おうが好こうが、俺はてめえの体を今夜から先は自分のものにするっていうことだ。何を触れてるんだ。え、おい、てめえもさっきのことは相当な覚悟があって言ったんだろうが。そうです。私はお寺で育ちました。生みの親の顔すら知らないみなし子です。死ぬことなど怖くありません。冗談言うな。誰が殺す。殺しません。殺すんだ。
は何年も消えやしねえ。俺が噛んだ後、人が見たらどう思う。武道が知ったら何と考えるか。え、まあ当分の間、いずれは俺のものになるてめえの体にこいつを手つきの印として預けておくぜ。泣くな。泣いても俺から逃げられません。家出でもしたのかい。あ、気をつけなよ。おめえみてえな切れよしがよ、そんなわけのありそうなぼんやり顔でうろうろ歩いてちゃおめえ。人かいだっているぞ。人かいだって。ん、じゃあ頭にきとるわ。出て誰もいねえんだよ。逃げられしねえよ。俺の女房にしてやる。何も怖がることはないぞ。せいじゃろ。ああ、ひどい汗だ。何を言ったでしょう。いろんなことを。あんた心の中で呪ってる男がおるじゃろ。この物干し竿を木立と同じ速さで触れれば、小次郎の剣まさに無敵。飛ぶ鳥を2羽同時に切る速さ、そして1の剣は上から下に、返す2の剣は下から上へ。
未だしわしの技、一の剣で打ち落としても二の剣は空を切っている。気が触れてしまう。いっそこのまま何もかも分からなくなればいい。何もかも。バカな。正月9日宇野下刻。よし、これを大晦日に楽東南禅寺に建てろ。あ、小次郎殿はどうした？しばらく姿を見せませんが、助太刀の儀なればすぐに門弟どもに探させますが。助太刀など無用のこと。誰か相手をせい。稽古じゃ稽古。お前の心の悩みをわしが追い出してやる。わしを見ろ。見るのじゃ。この小次郎がお前にすべてを忘れさせてやる。武蔵はわしが斬ることになろう。出かけてくる。はい。それは気分が優れんな。そっと寝かしといてやれ。立ち入りは無用だぞ。はい。行ってらっしゃいませ。行ってらっしゃいませ。なあ、手ぬるい。立て。
武蔵とやらのおかげで道場に活気が出た。皮肉なものですな。もはやいずれかに出立なされたかと思っていたが。されば今日はちと金の無心です。金？清十郎先生存じよりの女、ただいま小次郎めが面倒見ておる。上田、小次郎殿にキスを。はっ。お手当をいただく以上、諸芸にいささかご教示いたそうか。吉岡流とは異なる剣法を自ら巌流と名付けている。飛ぶツバメを切られるとはまことか。いずれも怪我があってはならぬ。どなたかツバメの代わりにそこの火箸を私に向かって投げられよ。面白い、わしがやろう。手加減無用。目なり喉なり必殺の気構えで投げられい。行くぞ。お見事。ツバメ返し、いまだ完成ではない。ご謙遜、落ちるツバメを見事に切った。ツバメならば逃げておる。おお。どうだ、うまかろう。そりゃな、お前の体からお前を悩ませていたものが全て出ていったからだ。明美、ほどいてこの紐。明美、お前はまだ武蔵のことを。あの人ならこのような非道いたしませぬ。男は皆同じだ、けだものよ。武蔵とて神であるまい。流れる血には汚れもある。いいえ、武蔵様の心は綺麗です。純で子供のような心です。行くなら行け。俺たちはどうやら同じ穴のムジナのようだな。先生、新年おめでとうございます。うん、いよいよですか。はい、昨夜楽刀南禅寺に考察を立てました。清十郎殿、若先生は初詣の時も惜しんで猛稽古です。武蔵とやら抜き身の刃のような男と見た。抜き身の刃？その光に目をくらまされるな。真の名刀ならば鞘に収まっている。なるほど、ではまたいずれ。武蔵様がこの京に来ているのですか？わからん。吉岡清十郎との試合の考察を立てたは武蔵との約定と聞いた。じゃあ武蔵様が試合の日時は正月9日、それまでには間違いなく現れる。武蔵様が来る。
行くなら行け。行け。それほど武蔵に会いたくは言ってしまえ。お待たせしました。名物のスズメの姿焼きでございます。おお、そうか、ご苦労。柳生の里で正月を迎えたかったな。ああ、まったくだ。都もこう人ばかり多くては心が落ち着かん。道場は新年元旦石秀斎先生のご教示があるが今年は参加できん。無念だ。まったくだ。今頃は言っとるかの。貴公ら柳生新影流か。いかにも柳生一門だが、石秀斎の代わりに新年元旦の教授俺がしてやろうか。酔っ払いの戯言聞かぬことにしてやろう。され。はては柳生流は逃げるが極意か。何よせよせ。これではどうだ。くれるの。待ち人来たるべし、されど思い遂げがたし。果たし合いだ。果たし合いだ。果たし合いだ。巌流佐々木小次郎、野球一門木村助九郎、同じく出口孫兵衛。尋常な立ち合いならば一対一、拙者が見分つかまず。構わぬ、二人でかかられよ。小次郎の剣一人では勝負になるまい。不足な。来い。ごめん。いらっしゃいまし、何かご用で。これを研ぎをかけてもらいたい。拝見いたします。鎖の傷でございますか。この刀をどう研げとおっしゃるのですか。どう研げとは。切れるように研げとおっしゃるのか、それとも切れぬほどでよいとおっしゃるのか。元より切れるに越したことはない。手前にはこの刀を
お研ぎできません。どうかよそへ研ぎに出してくだされ。ご主人。はい。なぜこの刀は研げないのでござるか。研いでも甲斐のない鈍刀というわけであろうか。いや、刀は備前物の良い刀でござる。ですが切れるようにというお望みが気に食わんでの。ほう、なぜです。わしの家の看板お目に留まらなかったかの。御魂研ぎどころとしてござった。さあそこでござる。わしは刀を研ぐとは看板に出しておらぬ。わしの研ぐものはお侍の魂じゃ。なるほど。ただ切れろ切れろと切れさえすれば偉いと思うておるお侍方の刀などはこの康介には研げんということじゃ。うん、一理ある言葉。なれどご案じくださるまい。今日以後は刀の心をよく肝に銘じておきまする。なら研いで差し上げましょう。まお上がりください。よろしくお願い申す。失礼だがお名前は。作州浪人宮本武蔵です。ほう、考察のござったご浪人か。考察が立ちましたか。宮本様、お越しの者特には時がかかります。よろしかったらこの家の2階にお泊まりください。拙者に2階をお貸しくださるのか。ご案内します。どうぞ。それは助かる。これはなかなかの長刀ですな。これほどの刀を差しこなす者はかなりの使い手。佐々木小次郎とおっしゃる若いご浪人です。佐々木小次郎、拝見してもよろしいか。どうぞ。人を切ったばかりと見えます。柳生新影の皇帝を二人、町中の評判でございます。佐々木小次郎。そう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 。ああ、その武蔵がな、うん、吉岡清十郎と立ち合わそうなんだ。清十郎に勝てるかね。勝つね。武蔵が勝つね。ほら、小次郎と武蔵がやったらどっちが強いやろ。そりゃ小次郎でんが。いや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 、武蔵が勝つに決まってまんがな。見なきゃどっちが勝つか。うるさいね、武蔵だ小次郎だって。どうして男はそんなに殺し合いが好きなんだい。姉さん、女だって強い男には惚れるだろうよ。女は死んだ男のために涙を流す役、いつだって。じゃあ姉さんもご亭主を戦で亡くした口か。私は嫌だね。男のために悲しい思いするなんて真っ平さ。私は男を食ってやる。男はみんな私のために働き蜂になるのさ。男はみんな私のために死ぬんだよ。姉さんだったら食われてみたいね。あんた本気かい。怒る。江戸へ行く船に話をつけた。皆さん、一年経ったら江戸においでなさいよ。一年経って江戸に来て一番の流行りの店があったら、そこに必ずこの私が毒の花を咲かしているからさ。そう、店の名はよもぎ屋。私はおこ。あばよ。見事な研ぎ映えだ。
なかなかの技者だな。重くて強そうだ。宮本。貴様が宮本武蔵か。佐々木小次郎か。武蔵小次郎、運命はついにこの二人の剣士を巡り合わせた。いずれかが倒れずには終わらぬ宿命を予感して、二人は互いの力を測ってじっと動かなかった。武蔵の剣もどこまで世に通ずるか。俺こそがあの男が生き残ることを願っている。死ではないか。いいえ、貫椿の一平でございましょう。